町内から移住して新規就農しました松田です。恥ずかしがり屋だからです。ここに来るまですごいいろんな思いとかいろんなストーリーがあるんですけど、決め手となったのはこのやっぱり朝日町の特産であるリンゴが高齢化でどんどん少なくなっているっていう話を聞いて、もったいないっていう思ったのがまず一番最初のきっかけになります。朝日町に限らず、まあ、いろんなところでやっぱり後継ぎがいない、後継者がいないっていう問題になってると思うんですけど、ちょうど 2,3 年くらい前に農業しないかっていう話をいただいたんですけど、まあ、その 2,3 年の中にいろんな出会いがあり、まあ、何より朝日町でやろうっていう決め手になったのはやっぱり人柄ですかね。朝日町の人たちの関わる方が本当にみんな一生懸命協力してくれて、力になってくれて、でアドバイスをしてくれて、多分私は朝日町のじゃなかったらリンゴ畑は多分してなかったと思います。農業はもう大変だっていうのはもちろん重々知ってたんですけど、やはりいざ自分がってなった時に本当に消毒のお金とか資材の料金とか、もう想像をはるかに超えてた部分とかもあるので、ものすごい大変だなっていうのはすごい実感してるんですけど、それもこうしたらいいよとか、こういうのあるよとか教えてくれる、その朝日町の人たちのその優しさが、すごく感じたこの4月からでしたね。もう暖かくて大好きですね。それも一緒に行こう。そこのこだわりいりますね。それはそれは。もう上の息子は結婚して、で娘は今ちょっと手伝ってくれてるんですけど、2人ともおかんならやるなって感じです。で娘がはるかっていう名前で、でここの畑にはるかっていうリンゴがあるっていうのも決め手になります。うちの娘と同じでデリケートなので袋に包んであり出荷します。庄内から旦那さんを置いてきてるわけで、で旦那さんが仕事休みの時にこっちに来て手伝ってくれる状態なんですけど、2人で畑をやりながらもう老後生活できるように、それがまず一番の私の目標ですね。当たり前ですけど、食べてくれた方がここのリンゴ美味しいねって言ってくれることがまず一番の喜びですけど、あとはその訳ありとか傷になったリンゴとかをちょっと加工とか乾燥物とか、廃棄になるリンゴが一個でも少なくなるようにいろんな方のアドバイスやいろんな情報をどんどん吸収してつなげていければなっては思ってます。Check this out.